ジェイコブショーン・マリスニックは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、リバーサイド郡、リバーサイド出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のシカゴ・カブス所属。愛称は、マイアミ・マーリンズ時代に、チームメイトのクリスチャン・イエリッチが名付けたビッグ・ファジ。2009年の MLB ドラフト30目で、トロント・ブルージェイズから指名され、8月17日に契約。2010年、 ルーキー級、ガルフコーストリーグブルージェイズで、プロデビュー。8月に、A 級、ランシングラグナッツへ昇格。34試合に出場して打率。221本塁打、12打点、9盗塁を記録した。2011年は、A 級ランシングでプレーし、118試合に出場して、打率。320、14本塁打、77打点。 37盗塁を記録した。2012年はまず A 級ダニーデンブルージェイズでプレーし、65試合に出場して打率、263、6本塁打、35打点、10盗塁を記録した。7月に A 級ニューハンプシャーフィッシャーキャッツへ昇格、55試合に出場して打率、233、2本塁打、15打点、14盗塁を記録した。 2012年11月19日に、エミリオ・ボニファシオ、ジョン・バック、マーク・バーリー、ジョシュ・ジョンソン、ホセ・レースとの大型トレードで、ヘンダーソン・アルバレス、アンソニー・デス・クラファニー、ユネル・エスコバー、アデーニ・エチェバリア、ジャスティン・ニコリーノと共に、マイアミ・マーリンズへ移籍した。AA 級ジャクソン・ビル・サンズ時代年は、の A 級ピター・ハンマー・ヘッツで開幕を迎え、月に、 AAQ ジャクソンビルサンズへ昇格。AAQ ジャクソンビルでは67試合に出場して、打率、294、12本塁打、46打点、11、盗塁を記録した。7月23日にメジャーへ昇格し、同日のコロラドロッキーズ戦で、メジャーデビュー。6番、中堅守で、先発起用され、4打数無安打に終わった。 7月31日のニューヨークメッツ戦では、ヘンリー・メヒアから、メジャー初本塁打を放った。この年メジャーは40試合に出場して打率。183、1本塁打、5打点、3盗塁を記録した。2014年3月27日に、トリプル A 級ニューオーリンズ・ゼファーズへ移動し、そのまま開幕を迎えた。6月16日に、クリスチャン・イエリッチが、 故障者リスト入りしたため、メジャーへ昇格。13試合に出場したが、6月28日に、トリプル A 級ニューオーリンズへ降格した。7月28日にメジャーへ再昇格し、同日のワシントンナショナルズ戦に出場したが、翌29日に、トリプル A 級ニューオーリンズへ降格した。2014年7月31日に、ジャレット・コザーとエンリケ・ヘルナンデス。 オースティンウェイツとのトレードで、コリン・モラン、フランシス・マルテスと共にヒューストン・アストロズへ移籍した。アストロズ加入後は51試合に出場して打率272、3本類が19打点を記録した。2015年は中堅のレギュラーに定着し、左翼手や右翼手も守り分けながら133試合に出場した。打率は236だったが、 計28本の長打を放った。総類面では、前述の28長打中4本が三塁打で、アメリカンリーグ8位の24盗塁を決めた。2016年も中堅をメインに起用され、118試合に出場。打率は、209だったが、5本塁打、21打点、10盗塁を記録した。2019年7月7日のロサンゼルス・エンゼルス戦で、 ジョナサン・ルクロイトのクロスプレーにより脳震盪と尾骨骨折の重傷を負わせ、故障者リスト入りさせてしまう。この工作プレーには、米メディアやファンだけでなく、現役メジャーリーガーたちも次々に反応。ヤディア・アモリーナが SNS 上で怒りをあらわにすると、アストロズのチームメイトが反論するなど場外戦も起きた。また、この出来事によって2019年7月17日の、 タイエンゼルス戦で報復支給を当てられ乱闘寸前となるがそこでは紳士的な対応をし乱闘を防いだ2019年12月5日にブレイク・テイラーケネディコロナとのトレードでメッツへ移籍した2020年オフの10月28日に FA となった2021年2月20日にシカゴ・カブスと150万ドルの単年契約を結んだ ありがとうございます。